お邪魔しますん、君の部屋って感じだね <laughs> ごめんごめん人の部屋をじろじろ見るの失礼だよね <laughs> でもやっぱり大好きな彼氏の家って気になるじゃんそういえば君は今日が何の日か分かってないよね今日は節分だよ節分玄関にヒイラギとかイワシとか飾ったりしないの この調子だと君は豆も恵方巻きも準備してないんじゃない <laughs> やっぱり用意してないよねまあ一般的に言えば2月はバレンタインだしねちなみに君はバレンタインの本命チョコとかもらってたもちろん私は君が浮気なんかしないと思ってるよでも君流されやすいからなそもそも 君が義理チョコでも受け取るのが私は嫌。やめよっか、この話題。君さ、節分って何するか知ってる一般的には鬼を払う日って認識だよね。豆を投げたりしてさ。もともとは魔物の目の豆。この場合は鬼の目に当たるのかな。それを魔を滅する。 豆を持って払う邪気払いから来てるみたいだよ言葉遊びだけど言霊の力はすごいみたいそれに人間の食べ物には力が宿ってるらしいからね国礼信仰って言うんだったかなその2つの合わせ技の儀式らしいよ実際シャレに乗らないくらい痛いしね君は豆まきとかしたことある 小さい頃とかにやってそう。小さい君が豆を投げてるのを想像すると可愛い,いな。鬼は外、服は内。って声出しながら一生懸命やってそう。きっと目に入れても痛くないくらい可愛かったんだろうね。あ、もちろん今の君が可愛くないって意味じゃないよ。もちろん今の君はかっこいいし食べちゃいたいくらい可愛いって思ってるよ。 そうそうそそのお約束の掛け声も地方によって違うんだって例えば鬼を改心させるすごいところとかは「福は内しか言わないらしいよあと私が知ってるのは「鬼はアウ福は内っていう掛け声かな「鬼」って文字が入ってる名前の人が多いからって言ってたよでもさそこに本物の鬼が来るかもしれないって思わなかったのかな いくら邪気を払う儀式でもお呼びがかかったら入れちゃうよ危機感が薄いというかなんというかまあ、現代も別の意味で危機感がないか節分ちゃんとやってないしねあれそんなに怯えてどうしたのあもしかして角出ちゃってる昔のことを思い出してたからかな感傷に浸っちゃうなんて私らしくもないね でも、君も悪いんだよ。こんなに無防備で。ちゃんと節分もしないで私を家にあげるなんてさ。僕を食べてくださいって言ってるようなものだよ。<laughs> ま、そもそもバレンタイン前に君を食べるつもりだったけどさ。だって私嫌だもん。君に他の誰かの思いが混じったりするの。おリチョコでもそんなもの、君が口にしたら君の純度が下がっちゃう。 私はそんなこと許さない。私は、混じりっ気のない君でいてほしいの。そして、そんな君を永遠に私のものにしたいの。大丈夫。安心して。私が食べたうぞうむぞうと君は違うよ。私は、君を永遠に忘れない。君は、私の中で一生守ってあげるから。君は、私の愛に包まれて、休んでくれればいいから。 でも最初だけ言いたいの我慢してね。じゃあいただきます。